皆さんこんにちは、エルザです。今回は今からでも遅くないワンランクアップするためのキャラコンテクニック8選となります。プラーするときってレームに注目が集まりますが、それと同等に大事なのがキャラコンでもあります。キャラコンができるということは思いのままに浮かせるだけではなく、回避や移動を効率的にできるということにつながってきますからね。エイムが良くてももたついた動きをしていれば相手に捕まってしまいますからね。エイムを活かすにもキャラコンは必須と言ってもいいかと思います。ということで今回は、初心者から覚えておきたい操作性がワンランクアップするキャラコンテクニックを紹介していきます。今回は8点としていますが、グループ分けをしていますので概要欄から見たいところに飛んでみてください。また今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルをオンしてくれる方はチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずは基本のキャラコンから話をしていきたいと思います。こちらは基本なので今回の8選には入れていません。ですが初心者の方で忘れている方もいると思いますので、小ネタも挟みながらまとめていきたいと思います。8選のみ見たい方は飛ばしてください。1つ目はスニーキングになります。まずスニーキングについてはスティック操作の基本となってきますね。また今作はインクの線が残りやすくなっているっていうのがあります。完璧なスニーキングをするのであれば、このインクの線も気にするようにしていきましょう。続いては追加されたイカロールですね。イカロールは進んでる方向に対してこの角度でイカロールができます。ちょっと前にもロールができるようになってますね。またダメージを抑えれる重要な行動なので、覚えておきたいキャラコンっていうところになります。アーマーの耐久値は30ほどとなっており、最大100軽減することができます。超過した分はダメージに入りますね。まあ場合によってはリッターの攻撃も防ぐことが可能となってます。続いては壁ロールですね。どこで使えるのかっていうところではありますが、反対側の壁や段差へ飛べるのがいいところです。また壁を使った対面をするときに壁ロールをするとダメージを抑えながら攻撃をすることが可能となります。マニューバーのスライドと合わせると不規則な動きができるのも特徴と言えますね。最後にイカ登りです。壁の塗りが甘かった場合に試し打ち1本分であれば、イカ登りで登れる仕様となっています。完璧に濡れていない壁でも塗り直しをせずに登れるので、バトルだけでなくサマランでも活用ができるっていうのが強みです。基本に関しては以上となります。基本とは言っても使い方次第ではキャラコンが必要となりますので、練習はおすすめしたいところです。それでは発生について紹介していきたいと思います。まずは点打ちの活用からいきたいと思います。最初はライジンステップです。よくある点打ちのテクニックですね。これは足場の少ない中で対面をすることが多いシューター系では必要なテクニックとなっています。基本的には足元をしっかり見て打つ、インクの中を斜めに移動、足元を見て打つを繰り返します。これを高速でするのがライジンステップとなります。練習するのであればボールドがおすすめですね。その後スプラシューターという感じです。連続で出すことが重要なので、シューターで使うテクニックですが、他の武器でも逃げる際には重宝する方法となっています。攻撃を避ける、または敵陣に一気に攻める際に活用するっていうことがありますが、エイムの上手い相手だと倒されることもありますので、逃げ用に使うのがおすすめです。続いてはジャンプ塗りです。壁を効率よく登るための方法となります。壁登りといえば先に塗って登るということをしますが、このジャンプ塗りは同時にそれを行います。方法としてはジャンプと同時にメインを打ちます。その後イカ状態になって壁にひっつきます。これでジャンプ塗りができます。ただこれだけだと登れる高さの低いので、さらに手を加えます。次は打つ際に下から上に 2,3 発ほど打って壁を縫ってからイカ状態になります。これである程度の高さであればスムーズに壁を登れるようになりますね。このテクニックがあればマンタなどの壁でも効率よく進むことができます。続いてはキャンセルの活用から紹介したいと思います。まずは完成キャンセルです。言わずと知れたテクニックですね。完成キャンセルの特徴は、
初速が最高速で移動ができるという点です。あとは急停止ができるという点ですね。この操作方法は2つあります。基本は R ボタンを押す、 ZL で以下状態になる、 R ボタンを押す、 ZL で以下状態になるを繰り返します。キュッキュッと止まるのが特徴ですね。2つ目の方法は R の部分を ZR に変えるだけです。本作は射撃ボタンによる完成キャンセルでも速度が速くなっているんですよね。そのため慣れない方はまずこちらの方法を使ってみるといいかと思います。弾、ボム避けやガチホコを運ぶ際の機動力確保として活躍しますので、かなりいいキャラコンとなってますね。続いては浮き上がりキャンセルとなります。これは段差に登った際の隙を減らす方法となります。これを知っておくだけで登った後の移動や攻撃の隙を減らすことが可能となってます。まず移動の浮き上がりキャンセルについてですが、登り切るタイミングで R をします。そしてそのまま以下移動をするっていうだけです。これだけで登った時の隙を減らすことが可能です。続いて浮き上がりの攻撃キャンセルは R のタイミングを ZR に変えるだけでスムーズに攻撃が可能となります。通常ならちょっと体が浮くんですよね。なんですがそれを抑えることが可能となります。体が上がりすぎると無防備になりますので、この挙動を抑えるのはかなり重宝しますね。ただし待ち伏せしていた相手にはこれを使っても勝てませんので、待ち伏せされる前の抑え込み用で活用をしていくというふうに考えておきましょう。それでは最後の活用です。最後の活用は基礎発展系のテクニックとなります。まずは前ロールです。これはガチホコ運びや対面中の距離を詰める際に使える方法となります。基本的にはイカロールができる角度はこのようになっています。この前の角度を有効活用していくわけです。では前にイカロールをするためにはどういった動きをするのかというと、この図のように波のような動きをしていきます。図のようにイカちゃんの角度が変わった時に反対側にイカロールをするというわけです。これを繰り返すと前ロールが可能になっていきます。なるべく横向きに近い状態だと成功がしやすくなりますね。一見使えなさそうですが、距離を一気に詰めれるので覚えてて損はないテクニックとなります。続いてはイカロールショートカットです。これは壁ロールと金網の特性を活用した方法となります。壁ロールの特徴というのはその距離感と高さです。壁ロールをするとどうしても斜め上に飛ぶ習性があります。これを利用して金網の上に乗るというテクニックになりますね。方法は壁ロールを使って金網に乗るだけです。簡単な方法ですが、これをするだけで本来移動する距離をショートカットできます。もちろん逃げる時にも使えます。しっかりと使える場所を覚えるのが重要となります。続いてはその場ロールです。これは点塗りを活用した応用となります。足場が少ない場所でもすぐイカロールができるのが特徴ですね。操作方法としては足場を塗ります。で、この射撃のまんまでもいいので以下移動をします。こうすると最高速出ますね。以下移動した後ロールをする、反対側にすぐ切り返すっていうところです。ある程度の速さがあればこういう感じもできます。ただ射撃しながらやった方がよりスムーズにできますね。これを上手い人だと完成キャンセルでしたりっていうこともします。ただ完成キャンセルも射撃打ちながらの方が操作的には楽なので、無理に完成キャンセル使う必要はないですね。プラのマップは狭い足場など助走がつけれない場所がありますので、そういう場所でイカロールが使えるのは強みと言えます。また細かい操作が必要となるため、キャラコンがないとできないテクニックではあります。キャラコンを鍛えるにももってこいの操作方法となっています。最後は連続イカロールです。これはその場ロールと前ロールなどを合わせたテクニックとなります。操作方法はその場ロール、飛んだ先に点打ち、その場ロールというテクニックとなります。慣れないうちはそもそも最初のイカロールができないこともありますので、練習は必須となってますね。ただこれができるとジェットパックなどの攻撃を連続で避けるということが可能になったりしますので、どうしてもデスができないという場面では重宝します。この操作をするだけでもかなりのキャラコンが要求されるので、
活用よりもキャラコン練習として遊ぶのもおすすめですね。以上でワンランクアップするためのキャラコンテクニック8選の紹介は以上となります。最後にキャラコンのコースをいくつか紹介したいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。